様へご案内いたします。まもなく12時よりベルーガ水槽を向かって左側のガラスの前でベルーガの不思議な魚の食べ方というイベントを行っていきます。10分から15分程度のイベントとなっておりますので、お時間のある方はぜひご覧ください。もう間もなくでこのイベント始めていくんですが、その前に皆様にお願いしたいことがあります。ベルーガたち光にとても敏感な動物です。皆様のカメラや携帯電話などに可愛らしいベルーガたちの写真を収めてほしいんですが、その時にはフラッシュは光らない設定での撮影にご協力よろしくお願いします。はい、それでは時間になりましたので早速始めていきたいと思います。皆さん、ハッピーハロウィーン。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。はい、もう10月もね、半ばを過ぎてだんだんハロウィンが近づいてきました。長屋港水族館もですね、館内をハロウィン装飾にしていますし、いろいろとですね、ハロウィンに向けていろいろと頑張っていますので、ぜひごゆっくりお楽しみください。今回イベント解説しますのはベルーガの飼育係をしています高見と言います。皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ベルーガの飼育係もこんな格好をしなければいけない時があるんです。はい、さあ早速ですが皆さんに一つ質問したいと思います。ベルーガを今日初めて見たよというお客様いらっしゃいますか？あ、今日は結構少ないですね。ありがとうございます。ベルーガもちょっと有名になったのかもしれませんね。ベルーガたち、数ある日本の水族館の中でも4つの水族館にしかいない、日本ではちょっと珍しい種類の動物です。まだまだ知らないこともあると思いますので、軽くですね、ベルーガのことを紹介したいと思います。ベルーガは日本では白イルカとも呼ばれていて、体の色が白いことが最大の動物です。最大の特徴の動物です。なぜ体の色が白いのかというと、ベルーガたちの住んでいる海に秘密があるんです。ベルーガたちは野生では北極の海に暮らしています。北極というと一年中真っ白な氷が海に浮かんでいますね。その白い氷に紛れて敵から見つかりにくいように体の色が白くなったと言われているんです。ちなみに敵というとシャチやホッキョクグマなんかが挙げられるんですが、そんな敵から見つかりにくいように体の色が白くなったと言われています。そしてホッキョクというととっても寒いです。そんな寒さから身を守れるように体にはたっぷりと脂肪がついています。この脂肪が私たちでいうコートのような役割をしてくれているので、北極の周りの冷たい海でも生きていくことができます。脂肪がたっぷりとついているので、ベルーガたち決して痩せているようなスリムな体型はしていませんね。ずんぐりと太ったような体型をしていますが、これがベルーガたちの標準的な体型です。体長はだいたい4メートル弱、体重は一番大きな子ですと800キロぐらいになります。はい、この大きな体を維持するためにですね、毎日たくさんの餌の魚を食べていますが、今日はですね、その餌の不思議な魚の食べ方というテーマでやっていきたいと思います。さあ、それではその前に今回イベントを頑張ってくれるベルーガたちにご挨拶にやってきてもらいたいと思います。今回は3頭のベルーガたちが頑張ってくれます。こちらの、はい、かぼちゃの飾りのですね、ここに呼んでみたいと思いますので、皆さんカメラ構えてくださいね。はい、さあそれではですね、まず1頭のメスのベルーガがかぼちゃを加えてこちらに持ってきてくれるようです。はい、ハロウィンらしいですね、種目を見せてくれます。さあ何やら見えていますね。はい、奥の方からかぼちゃの顔が描いたボールを持ってきてくれています。さあ、ちょっとずれてるよ。はい、どうでしょうか。あ、もうちょっともうちょっと、はい、そう、どうでしょうか。タニャ、はい、タニャ、ちょっとですね、長い時間このボールが浮いていってしまうのでいられないんです。はい、帰っていいよ、ありがとう。ありがとうございます。はい、とても可
愛らしくね、ご挨拶ができました。今のはターニャというメスのベルーガです。推定年齢21歳のメスのベルーガです。さあ続いては同じくメスのベルーガを呼んでみたいと思います。名前はグレイと言います。推定年齢17歳のメスのベルーガです。はい、パー、はい、どうでしょうか。口を大きく開けてご挨拶をしてくれています。はい、泡も出してくれましたね。グレイもちょっとずれてるかな。はい、ターニャと顔が違うのが分かりますかね。グレイとターニャの違いというのはですね、よく分かります。体にグレイは模様がついています。こちらのことがよく見えているんですが、これもよく見えていてですね、ちょっと怖いみたいなんですね。で、はい、グレイと言います。はい、グレイも上手でした。ありがとね。はい、グレイと言います。ありがとうございます。そして最後に来るのはオスのベルーガ。推定年齢は38歳です。もうかなり高齢のベルーガです。はい、ホノイこっちだよ。ホノイそこ全然違うね。ホノイそう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 、こっち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 、そうそうそう、ホノイかな。全然ずれてますね。まあこれでもいいですかね。はい。これがホドイの性格です。はい、これで終わりです。ホドイはこれしかできません。ちょっとずれてましたが、もう許してあげてください。推定年齢38歳というのはですね、ベルーガの中ではかなり高齢で、とてもマイペースな性格をしているベルーガでもありますので、あまりうまくいかないこともあるんですが、温かい目で見守ってくださいね。さあ今回はこちらのですね、3頭が頑張ってくれます。さあまずはですね、ベルーガたちの餌の魚について紹介したいと思います。名古屋港水族館では現在4種類の餌の魚をあげています。皆さん何の魚だかわかるかな。当ててみてくださいね。さあまず1種類目、この大きな魚、サバではないですね。わかりますか。お腹の中に数の子が入っていることがあります。たらこはたらだもんね。これはですね、ニシンと言います。先ほどちょっと正解が聞こえました。ニシンという魚です。そして2種類目、これは皆さん食べたことある方もいらっしゃるかもしれません。もうちょっと大きなサイズのものをですね、開いて焼いて食べることがよくあります。北海道などちょっと北の方で食べられるというか、取られる方で始まる魚です。はい、大正解、ホッケと言います。はい、ホッケですね。そして3種類目、これは見たことありますか。これはですね、匂いを嗅ぐとキュウリのような青臭い匂いがする魚です。その名もキュウリウオと言います。はい、匂いを嗅ぐとですね、ちょっと青臭いような匂いがするですね、白身魚でとっても淡白で美味しい魚です。そして4種類目、これは何でしょうか。このひょろっと細長い魚、はい、これはですね、イカナゴと言います。聞いたことありますかね。この辺りではコウナゴなどと呼ばれて、もう少し小さなですね、稚魚などを佃煮や釘煮にして食べることがよくあるみたいですね。さあこのイカナゴなんですが、ちょっと変わった性質があります。イカナゴは英語ではサンドイル、砂のうなぎと呼ばれているんですが、実はですね、魚というとですね、泳いでいるイメージがありますが、イカナゴはこのようにですね、砂の中に隠れる性質があるんです。砂の中に潜って敵から身を守っていたり眠っていたりすると言われているんですね。
はい、魚の中でもですね、砂の中に潜ることができるちょっと珍しい種類なんですが、このイカナゴ、ベルガたち大好きです。野生でも食べていることが知られているんですが、どうやって砂の中のイカナゴを食べるのか、今日は皆さんに見てもらいたいんですが、砂を料理するのは大変なので実験装置を用意しました。さあ、この透明の筒の中にはたっぷりとイカナゴが入っているんですが、どうもこのイカナゴに直接口が届きそうにありませんよね。どうやってこの筒の中のイカナゴを食べるのか、皆さんまず観察してみてくださいね。はい、さあ、それではまず最後の出番になると思います。38歳のホドイがやってきます。皆さんじっくり見てあげてください。さあ、ホドイがやってきました。はい、今そうですね、5本6本ぐらい食べて、あ、満足していったのかな、入っちゃいましたね。さっぱりとしていますね。はい、もう一度来てくれるようですね。はい、今ホドイがどうやってイカナゴ食べていたか見えましたか。吸ってた、大正解。吸い込んでイカナゴを食べていましたね。はい、さあ、もう一度ホドイがやってきてくれていますが、はい、今、はい、結構食べてくれましたね。ホドイ、吸い込んでイカナゴ食べていましたが、もう一つやっていることがあるんです。実はですね、水を吹きかけていたんですね。吸い込む前に吹きかけてイカナゴを舞い上がらせて口元まで来たところを吸い込んでいたんです。はい、さあ、またですね、次はグレイがやってきてくれます。グレイはですね、ホドよりは長い時間できると思いますので、じっくり観察してみてください。あ、今空気が出たので分かりやすかったですね。はい、ハフハフと口を動かして水を勢いよく吹いています。ハフハフ、そして口元まで来たところを吸い込むんですね。はい、とっても器用にイカナゴを食べています。私たちと同じように口がよく動きます。あ、うの形をすることができるので、勢いよく水をイカナゴに向かって吹くことができるんですね。そして舞い上がってきたところを吸い込むということもできるんです。柔らかい口を持ったベルガならではのこれ方法なんですね。はい、とっても上手にたくさんのイカナゴを食べています。グレイは一番餌を食べるんですが、1日に約20キロぐらい餌の魚を食べて過ごしています。さあ、最後2本ぐらいですかね。はい、とっても、あ、ラスト1本残してくれました。はい、では終わりましょうね。はい、どうやってベルガたちがイカナゴ、この筒の中のイカナゴを食べていたか分かったとは思うんですが、砂の中に隠れているイカナゴに向かってビュッと水を吹きかけると砂ごとイカナゴが舞い上がるんですね。そうしたところをイカナゴだけ吸い込んで捕まえて食べていると言われているんです。柔らかい口を持ったベルーガならではの狩りの方法なんですね。水族館では餌の魚をですね、1匹ずつ口の中に入れてあげていますが、野生では今もこの瞬間ですね、口を使って、柔らかい口を使ってですね、はい、狩りをしているのかもしれませんね。さあ、ここでですね、一応餌の食べ方の説明は終了なんですが、ここからはベルガたちの特技も披露していきたいと思います。今一生懸命動かしていた口を使ってですね、ベルガたち泡のリングを作ることができるんです。バブルリングって聞いたことありますかね。はい、この泡のリング、バブルリングをですね、作ることができますので紹介していきたいと思います。さあ、それではこちらにグレイを呼んでですね、グレイにバブルリングを見せてもらいたいと思います。はい、さあ、グレイがやってきてくれました。グレイのバブルリング、まずはですね、すぐガラスの前にできるリングを、はい、見せたいと思います。さあ、勝手にですね、呼吸をしに行ってしまいましたね。はい、
泡をたくさん貯めて帰ってきてくれました。さあそれでは皆さんガラスの前にご注目ください。いきますよ。はいはい、はい、できましたね。わかりましたか。さあもう一回いきますよ。せーの、はい。ちょっと薄いバブルリングでしたが、できましたね。さあ続いてこちらでも、なんとなくできていたのが分かりましたかね。実はクレイ、もう一種類バブルリングを作ることができます。こちらの方がですね、長く続くバブルリングです。よいしょ。はい、とっても綺麗ですね。はい、とっても綺麗なバブルリングしてくれました。さあそれではもう一回いきますよ。それ、はい、とっても綺麗な勢いのいいリングですね。はい、グレイジャーズありがとう。さあいかがでしょうか。とっても綺麗なバブルリング見せてくれました。いやいや、はい、グレイありがとう。さあ実はですね、 ありがとうございます。バブルリング、これだけではないんです。実はもう一種類バブルリングを作ることができます。今は口からバブルリングを出していましたが、鼻からもバブルリングを出すことができます。ベルーガたちの鼻の穴は頭の上にあるんですが、この頭の上から直接リングを作ってみたいと思います。それではいきますよ。せーの、よいしょ。はい、まあまあですね。もう一回いきますよ。せーの、よいしょ。あ、綺麗ですね。よいしょ。一番綺麗なの出してね。いくよ。せーの、はい。どうでしょうか。はい、綺麗だったね。ありがとう。綺麗なエンジェルリングというですね、泡のサービス精神旺盛ですね。今日はありがとう。上手だね。はい、ターニャと言います。推定年齢21歳。お母さんベルガでもあるんですよ。はい、とっても上手でした。ありがとう。さあいかがでしたでしょうか。ベルーガたち、あの泡のリング、実は遊びで作ったものなんですね。普段からですね、遊びでこのようなバブルリングを作っていまして、それを私たちがトレーニングで応用したものだったんですね。このように好奇心旺盛なベルーガたち、いろいろと特技や特徴があることがお分かりいただけましたでしょうか。それではですね、最後にこちらに皆様へお別れのご挨拶にやってきてもらいたいと思います。さあ最後のご挨拶はグレイがやってきてくれました。それでは皆さん、グレイに向かって手を振ってください。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。胸びれを一生懸命振って皆様へバイバーイとしております。わかりますかね。これでも精一杯なんです。はい、上手にご挨拶ができました。それでは以上でこのイベントは終了となります。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。はい、ありがとうございます。グレイもありがとう。それではこれでイベントは終了となります。なお、募集に流れましたマットは所定の位置まで戻していただくようご協力よろしくお願いします。この後も長屋川水族館でごゆっくりお楽しみください。久しぶりにやっちゃいましたね、グレーが。